新純福は、李氏朝鮮後期の風俗画家。金光道と双壁をなし、長商業を含めて、三縁と称されている。新純福は、京商南道の高齢を本願とし、字は、笠父、郷は、薫縁と名乗った。父の猿館をはじめ、代々が外院という一族に生まれる。李氏朝鮮の図画書外院の身分で、先節聖史という官職についていた。しかし俗画を、 たくさん描き、春をもって、絵を描いたり、四駅図、四字長春などの春画を描いたことを咎められ、ついに図画書を追い出されたとも言われる。新純服の画風は都市化の進む、当時の上層階級の風俗を背景に、両藩とキーさんを中心にした、男女間の愛情を扱った繊細で粋な風俗画を、得意とした。また彼の風俗画は、 当時の暮らしぶりや服装などを生き生きと伝えている。代表作には、カオルエンデン人長、美人図、単語図、潜遊図、ハスイケの女、月下上人などがあり、外にも多くの風俗画が伝わっている。南州画風の山水が、ケズなどにも優れた。新純服と金光道を主人公にして、SBS で2008年9月24日から放送が始まった。 テレビドラマ、風の絵師や、同年公開の映画、美人図では、新純福は男装の女性だったという設定になっている。新純福の絵画集外国人を描いた、韓国の春画。ありがとうございます。